CM 曲としてカバーした、花、などで知られる歌手、大高清流、しずる、さんが5日、病気で死去した、69歳だった、東京都出身、1990年、カセットテープの CM で清雨小吉さんの、花、をカバーして話題に、本木雅弘さん主演の映画、四股踏んじゃった、92年、の挿入歌として、悲しくてやりきれない、を歌った、ピンと張り詰めたような高値と揺らぎのある歌い回しで、ジャンルを選ばず活躍、NHK、E テレの、日本語で遊ぼう、にも出演した、ネットの声、様々なカバーがある、花、だけど、大高さんのが一番好きでした。年齢を見て少々驚きました。失礼ながらもっとお若いかと思っていたので、でも今のご時世、69歳はやはり行かれるには早すぎます。孫と一緒に、夕方になると、お母さんと一緒、と、日本語で遊ぼう、を楽しみに見ていました。大高さんの独特の声は大人も魅了されるほど、素敵でした。とても残念です。ご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。